はい、今回はですね、仰向けに寝たときに反り腰になる原因がですね、まあ、股関節にあるということをですね、紹介したいと思います。反り腰でですね、悩まれている方の多くはですね、仰向けに夜寝るときに仰向けで寝ると腰が反って痛くて上向きに寝れないとか、横向きにならざるを得ないという方ね、悩みで結構ね、聞きます。で、ね、一般的にされていることがですね、大体まあこの腰を反るのをね、なんとかするために腹筋を鍛えたとかね、腹横筋を鍛えて、なんとかこう腰の反りを減らそうとかですね、あとはまあ腰の張りですね、硬さがあるので、まあ、ここの筋肉をほぐしたりとかですね、まあ、背骨を柔らかくしたりとか、まあ、骨盤周りを柔らかくしたりということをですね、まあ、されたりすることがあるみたいなんですけれども、なかなかね、それで改善しないっていうパターンの人がですね、多いかなと思います。で、まあ、もちろんね、そこにはね、問題がゼロではないので、やることによってね、ちょっとマシになったりはするんですけども、本当にね、仰向けで腰を反ってしまう原因というのはどこにあるかというと、実はね、股関節にあります。なのでですね、腰とかね、腹筋背筋鍛えたりとかね、腰の筋肉柔らかくしたりとか、いくら頑張ったとしてもですね、仰向けになるとどうしたってね、股関節が残ってると腰は反ってしまうという形になってしまいます。はい。で、どういうことかね、一回チェックしてみようと思うんですけども、で、一回やってほしいんですけども、反り腰の人ですね、特徴って多分こう足を伸ばすと腰がこうこんな感じですね、ここの隙間がこうグッと空いちゃうと、で腰に力が入ってて腰痛、腰が痛いからこれを減らしたいと思うかもしれません。で、やってほしいのはこうなってるので、一回膝をねこう立ててほしいんです。で、そうすると多分、ね、ここの隙間が埋まるかなと思います。で、この足を伸ばすと腰がこう反って、腰が反って曲げると腰がまっすぐになる方ですね。その場合はですね、実はこの股関節に問題があります。というのは、この動き何がどうなっているかというと、足をね、股関節をこう曲げてるか伸ばしてるかの違いなんですね。要はここの股関節が硬くなってるんですね。ここの動きが硬くなっているので、足はね、こう持っていかれると、それに伴って骨盤ですね、ここが一緒にこう引っ張られるんですね。足にこうぐーっと、そうすると骨盤がこう引っ張られるので腰が浮いちゃう。で、腰が痛い。っていうような形のメカニズムになっています。で、こんな感じですね。で、まあね、これ聞くと、ね、皆さんね、当たり前かなってね、思われる方もいると思います。みんな誰でもそうなるんじゃないかって思う人いるかもしれないですけども、実はね、股関節に問題がない人っていうのは、実はね、ここの隙間って、こう曲げようがですね、伸ばそうがですね、ほとんど変わらないんですね。っていうのは、別にここに引っ張られないからですね、股関節を伸ばしても骨盤自体は、ね、ほとんど引っ張られないので、ほとんど動きがないです。なので伸ばしても引っ張らない、なので腰も反らないです。でも硬い人ですね、ここが硬い人はここを伸ばすと骨盤が前に引っ張られるので、腰が浮いて腰が痛くなるという形になってます。はい、ということですね。なので仰向けで、ね、寝れないという方はですね、まあ、股関節で、ね、股関節を伸ばせるように、ね、柔らかくしていくとですね、まあ、仰向けに出てもですね、腰が反らないようにというふうには、ね、なっていくことができます。はい、という形ですね。まあ、ここまでね、この反らないようにって話をしていたんですけども、ちょっとここから話が少し変わるんですけども、実際に、ね、重要なのは、実は反らないことではないです。はい、実はね、やっぱ反り腰直したいと思っている人のほとんどがですね、まあ、腰痛を直したいと思っているんですね。別に反り腰を直したいんじゃなくて、腰痛を直したいと思っている人がほとんどだと思います。で、反ったら腰が痛いから、反るのが悪いんじゃないかって思っていると思うんですけども、実際ね、腰痛ない人って腰いくら反ったってね、はっきり言って痛くないです。腰をいくら反ろうがね、腰の筋肉柔らかくてですね、問題なければですね、全然反っても痛くないですね。例えばバレリーナの人とか、まあ、陸上選手でもいいですけど、すごい腰反ってますよね。黒人さんとかもそうですけど、でも腰痛くないんですね。で、骨模型とか見てもらうと分かるんですけども、実際ね、骨のラインでかなり腰反ってます。なので、結構ね、反っても実はね、問題ないですね、本当は。ただ、反ると痛いっていうのはですね、それに腰痛がやっぱ隠れてるっていうことなんですね。なので、腰痛の方をね、改善することが本当は本当は大事になってきます。なので、まあ、本当にね、今ね、紹介したみたいに、まあ、反れないようにするにはね、まあ、股関節とかね、アプローチしてもらうと仰向けで腰を反らずに寝るっていうことはできるんですけども、実際じゃあそれで腰痛が本当に改善されるかというとですね、またそれは、ね、実は別問題なんですね。本当に腰痛の原因っていうのは、実はね、反らないようにはできますけども、腰痛の原因自体はやっぱりね、腰にあったりします。なので、まあ、腰痛をちゃんと取るっていうことがですね、本当に大事なことですね。腰を別に反っても痛くないようにする、正しく反れるようにするっていうことの方が、ね、実は反らないようにすることよりも大事だったりはします。はい、
まあ、そちらの方ね、まあ、詳しい話についてはですね、まあ、前回の動画と前々回の動画でですね、詳しく説明してますので、またね、そちらの方ですね、見ていただけたらなと思っております。はい。ということですね、最後もう一回ね、まとめますね。仰向けでですね、寝た時に腰が反っている、反り腰になってしまう原因ですね。っていうのは、まあ、基本的には股関節にありますよっていう話ですね。なので腹筋背筋鍛えたりとかしてもあまり変わりませんという話になります。はい。ただですね、実際本当に重要なのは腰が反ってしまうことじゃなくて、反ると痛いってことなので、まあ、正しく痛みなく腰を、ね、反れるようにするっていうことがですね、実は重要なことになってきますので、まあ、そちらの方だけね、忘れずに覚えていただけたらなと思っております。はい。ということですね、今回はこれで以上にさせていただこうと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。